当家で切腹をなさりたいと受けたまわったが、知事は求めと申す老子が当家を訪ねてまいった。そこもとと同じ要件でな。存じませぬ。お話もそうか。今流行りの狂言切腹に相違ございますか。流行り病のように風靡し、諸侯の方々も手を焼いておる次第。狂言切腹は姑息な貧乏浪士たちの間では申し上げたき儀がござる。何しに参られた。こちらに参り、身も手前が存じよりのもの。父上、待ってくれぬか。美穂殿は命を懸けてお守りしたいお方です。夫が妻や子のために働くのは当然であろう。おかしなことを申される。もしも血の通うた人間であろう。には皆それぞれ。くだらん。実にくだらん。切り捨て。一日だけ聞こうか。お願いでござる。ましてや我らは割符のごとく二人で一つ。武士に二言はござらぬ。